函館市交通局総計帝国電力300軽電車は1936年に製造された帝国電力の路面電車である。1934年の函館大火により消失した車両を補充するため、当時函館で路面電車事業を行っていた帝国電力が地元の函館選挙に製造を依頼し、1936年に15両導入した車両である。当時、 新車、鋼鉄車との相性であった。設計の際参考ににするべく係員を横浜市と神戸市に派遣し調査。車両のデザインはアメリカのバーニーカーを参考にしている。車両製作にはすべて国産品を指定した。車内天井は合板内張り加工。車体外側は電気溶接と斬新な工法を採用。塗装もラッカー塗りにした。1936年に 箱館選挙で301の315の15両が製作された。車体は箱館大化の教訓から内装や屋根は木造のままではあるが車体そのものは構成の反抗性とされた。台車に関しては従来のブリル 21E ではなく住友金属工業株式会社 B 型 SBHK-20L が採用された他 主電動機は株式会社日立製作所 HS-301-13 が2台採用されている。この電動機は回転数 1180rpm で1時間定格出力は 26.01kW。歯車比は7 4 1 3制御機は日立 DRBC-447 で直並列抵抗直接制御。 制動機は当初ハンドブレーキであったが、後に日本エアーブレーキ株式会社の DH-10 に換装される。駆動方式は吊り掛け式である。輸入部品を使用していた従来車両に比べ故障が少なく、低重心のリジットな構造であったことで、軌道上の積雪にも強く、定時運用率の向上に寄与し、乗務員や乗客からの高い信頼を得ており、 戦前の車両の代表格として親しまれた。その後東京市電機局から購入した200系ともども1943年に元東京都電7000系である1000型が導入されたことにより転用、保存された一部の車両を除いて廃車解体された。3両が花電車である総型に改造され、函館港祭りの際のパレード等で使用されている。車体は 無害電車のように切断され、座席等は一切撤去されてはいるが、台車や機器類などは3 0 0系時代のままである。301が廃車後も車庫内で校内移動機として使用されていたが、1981年頃解体されたため現存しない。函館市柳川町の柳川公園に312が保存されていたが、老朽化のため撤去された。307が 製造時の313に車番を改めた上で、北海道開拓記念館へ寄贈され、非公開でシートを被っているものの現存している。ありがとうございます。